マピチャンネル。内草を探す旅も今回で3回目。前回は青内草を見つけることはできましたが、惜しくも内草にたどり着くことはできませんでした。さあ、今回はどんな出会いが待っているんでしょうか。紫の青いこれは、ああこれお相撲殿あ、結構潰しちゃった。いやいや、あの前から潰れてましたけど、これ梅雨草です。綺麗な青ですね。綺麗な青ですよね。これ葉っぱとかにやると色がつくんですよ。なので月草って言って、それがちょっとまあなまったというか、それで梅雨草になったっていう。あ、押し花とかに良さそうですね。ところがですね、これやってみると分かるんですけど、はい、まあ、梅草の花って午前中でしぼんじゃうので、はい、まあ、もう花びら多少あれしても大丈夫な植物なんですけれども、ちょこっと失礼してお花のところ軽くやるとこうなるんですよね。あ、はい、青い色が、なんかこの色水で遊べるんですけれども、あ、はいはい、まあ、おしばらにするとこうなっちゃうので、なかなか難しいかもしれないですよね。ああ、なるほど。水分かなりあってこう、はい、色がつきやすいんですね、逆に言うと。はい、まあ、これで月草って名前がついたんですよね。やっぱ綺麗な花が咲いてますね。はい、これは何ですか。野菜の花、わかりますか。野菜の花、なんかの野菜の花っていうことです。はい、あ、まあ、皆さん食べてますよ。これが嫌いじゃなくて、あ、これ人参ですか。あ、違う、人参ですか。まあ、人参もこういう白い花咲きます。匂いを、ネギ、ネギ、はい、ごめんなさい、玉ねぎ。いや、いいとこ行ってますけど、そうですね、いいとこ行ってます。ネギの匂いしますよ。ネギの仲間でニラって言います。ニラ、あ、ニラってこんな感じでどこでも咲くんですね。あ、そうなんですよ。種でどんどん増えますのでもうそれでどこにでも海沿いに普通にも咲いちゃいます。すごい種でめちゃくちゃ増えるんですよ。だからすごい、本当ですね。ここバーッと咲いてます。バーッと行きますよね、はい。なんこんな綺麗な花咲かすんですね。これが綺麗ですよ、うん。だからこれ結構虫さんも集まってくるんですよね、蝶々とか。じゃあ、ちょっと一文字せせり。一文字せせり。はい、せせり蝶の仲間ですね。蛾じゃないですよ。そうなんですね。絵になりますね。結構これ見ると蛾だっていう。ちょっと蛾に似てますよね。お目目はとてもクリクリしてる。そうなんですか。はい、こっち向いてくれない。カメラマンさん、そうっと言ってもらえますか。はい、落ちないように。ああ、行っちゃった。拾われちゃいましたね。また来たら、はい、来たら、そう、あ、そのまま、いっぱい止まってますね。フェンスの上にいっぱい止まってますね。人間どうは毎日大変だなと思ってたからなんか知らないんだけどそうかもしれないですね。これヒレタゴボウって言います。ごぼうなんですか。まあ、ごぼうみたいな根っこがあるからってことなんですけれどもね。本当のごぼうじゃないんですね。はい、でお花が、まあ、綺麗、綺麗に咲きますよね。ちょっとこれ残念ながら外国から来たものですね。あ、はい、で、はい、はい、外国から来たやつでもごぼうっていう名前がつくんですね。そうですね。これ名前つけた人が根っこ見てごぼうっぽいって思ったんですかね。で、ひでたごぼうの田は田んぼの田、田ごぼう。あ、じゃあやっぱ田んぼのあたりにあるからと。はい。で、ひでっていうのはここのとこにこうひれみたいなのがついてるので、ひれひれがついてるのでこのフリルみたいな、それでひでっていう。あ、本当ですね。ま、単に丸っこい茎じゃなくて、はい、ここに飾りが、はい、ひれがついてるので、ね、
ここにも青木さんいる。遊び疲れたらお家に帰ろうよ。いかがでしたか？残念ながら今回も市草にはたどり着けませんでしたが、また新しい出会いがありましたね。さあ次回こそワブちゃんたちは市草を見つけられるのでしょうか。ではまた次回に。